というわけで、なんかすごい、結構本題というか、本質的なテーマに、だいぶ踏み込んでいったんですけど、まあもう一回、高校のところに話を戻していくと、はい、まあだから、その話もう一回戻すとって言っても多分ここまでもずーっとこう出てきたんですけど、うん、じゃあやっぱその高校時代の練習とか振り返ってみて、うんうん、やっぱその努力度と、うん、まあ結果っていうものを比べたときに、うんうん、やっぱり必ずしもそれは一致するわけではないなっていうような感覚っていうのはありましたか、うんうん、そうですね、圧倒的にありましたね。圧倒的にもうね、一番頑張ってて一番結果が出なかったのが僕の人生においては、うん、もう総合的に見て高校時代で、うんね、それは明らかに自分のキャパに対してやってるところが上を行ってたからなんですね、うんうんうん、すごく単純に言うと、うん、でさっきも言ってたんですけど、結局僕結構人生において、うん、バッファー余裕がある時の方がいいパフォーマンスが圧倒的に出ていて、うんうん、なんていうのかな、結局思考の話なんですけど、うん、自分のキャパに対してやってることが上を行ってる時って常にしんどいし余裕がないので、ものすごくネガティブなことを考えるんですよ、ね、うんうんうん、今日もしんどいな、今日の練習できるかな、眠たいな、そしてひいては足が痛くなるんじゃないかなとか、うんうん、で本当に人間って、僕陸上をやってて、ちょっとなんか宗教じみたことを言って申し訳ないんですけど、うん、ビビるぐらい考えてることに自分の体のパフォーマンスが影響されるんですよ。ああそうですね。だから、うん、今日足痛くなるんちゃうかと思うと、マジで足が痛くなるっていうか、うんうんうん、これね、やってみたらいいと思うんですけど、うん、私は左膝が痛くなるかもしれないって思いながら1週間ぐらい走ると、うん、マジで痛くなるんですよ、うん、膝って膝ってっていうか人間の体って、うん、そう、それぐらいそのネガティブな思考っていうのは自分のパフォーマンスを上げる上でかいで、で戻ると、うん、キャパに余裕がないとネガティブな思考が出てくると、うん、で打って変わって、僕大学時代ね、話飛んじゃうんですけど、もう指導者もおらんし、うん、めちゃめちゃ追い込まれる環境でもなかったので、うんうん、ゆるふわで自分の能力が100回として80ぐらいでやってたら、うんうん、めちゃめちゃポジティブなわけですよ、うん、余裕があるし、余裕があるから練習楽しいなみたいな、うん、ふふみたいな、するとね、うん、やっぱね、どんどん走れるようになるんですよね。なるほどね。っていう意味において、やっぱりその自分のキャパシティをきちんと理解した上で、うん、バッファーを持つっていうのは、うん、ものすごく大事だと思います、うんうん、これ多分ね、例えば受験とかでもですけど、うん、ギリギリ行ける大学とか高校に行かない方がいいと思うんですよ。おう、うん、いいの、なんか例えばですけど、まあ、兵庫県でいうと私の灘高校っていうのが、うん、まあ、圧倒的に一番偏差値が高いんですけど、うん、ここにね、下から30番目とかで入っちゃうと、うん、こうって結構どんどん人生しんどくなっていくらしいんですね。あでも灘高って入ってる時点でバカほど頭いいから、そうですね、うん、それで、ね、普通の公立とか行ってたら、うん、もう秀才も秀才なわけですよ、うんうん、で灘高に下から30番と普通の公立に行って上から3番とかだと、うん、明らかにトータル人生で僕こっちの校舎の方が、校舎前者、公立の高校に行ってる方の方がパフォーマンスが出るかなと思っていて、うんうんうん、そこもなんかさっきの、その自分の中でバッファーを持てているかっていう部分と、うん、まあ、につながってくるのかなと思います。へえ、一応エフィカシーっていう概念知ってる？エフィカシー、うん、知らん。なんか意味はわかる。意味はわかる、うん、でもなんか自己の能力に対する自己評価っていう、うんうん、まあ、そのままの意味で、うんうん、まあ、その心理学で言うと、うん、そのエフィカシーが高い、要するに自分はこういうことができる人間なんだ、うんうん、でこれって本来他者との比較では決まらないもの、うん、ね、自己の能力に対する自己評価だから、うん、他者との評価では決まらないんだけど、うんうん、でもそうは言っても、まあ、まず高校ってすっごい閉鎖的じゃないですか、うん、でまあ、大学もある程度はオープンになるけど、うん、でも言っても同じ年代の、うんうん、同じその科目を勉強する人が集まるから、うんうん、まあ、一種閉鎖的なわけで、それだな、だその中でやっぱどうしても人との比較っていうのが出てくるか ら、うん、だからその中で自分はできない方の人間なんだっていう実感があるのか、うんうん、あるいは自分はトップの方にいる人間なんだっていう実感があるか、うんうん、まあ、その心理的な影響っていうのがパフォーマンスにも影響してくるみたいな、うん、まあ、そういう話ですよね。いや本当にそうだと思います。なんかね、自分がね、上位でいられる母集団に絶対いた方がいいですよ。なるほど。前世っていう自信があると、うん、物事うまく進むと思うんですよね。うんうんうん、
なぜかというと、まず前向きになりますよね、さっきの思考の話ですけど。思考の話言うとね。で、やる気も出ますよね。うんうんうん。だって、自分がエースの部活動って絶対行ってて楽しいじゃないですか。まあね。自分が3番、なんで、12番手補欠の部活とか絶対楽しくないじゃないですか。まあね。で、あと、表舞台に出れるから、場数も踏めるんですよね。ああ、そうですね。それは大きいですね。うん、そう、うん、それ大きいです。結局、強豪校で練習をするのもいいんだけど、うん、公立高校とかでインターハイに出れるわけですよ、うんうんうん、で、やっぱ試合とか場数とかってほんまにそこでしか分からへんよう な、 なんか経験値で詰めると思うので、うんうん、あの本当にあの人によって違うと思うんですけど、うん、自分がバッファーを持てる母集団に絶対属した方がいいですね、うんうんうん、っていう平井理論なんですけど、私理論ですね。でもあの本当いや本当にでもそうで、だから僕みたいな人間からしたら、でも京都大学っていう時点でなんかすごい頭いいんちゃうかなって思うんですけど、うん、でもその中にいると、うん、やっぱり京都大学入ったとしても、うん、当然トップからケツまで順位ってつけようと思えばつけられるわけじゃないですか、うん、別に比較する必要はないんだけど、つけようと思ったらつけられるわけ で、 でしかも本人もなんとなくそれにこう気づくんですよね、うん、当然、まあもちろん京大生だからバカじゃないので、うん、当然それがわかると。だまあその中の順位付けっていうのが、まあ、意識するかしないかは別にして、うん、どっかで心理的な影響を及ぼして、でさらにその心理的な影響っていうのが、まあ、パフォーマンスに影響を及ぼすっていう、そう、そういう順番ですよね。いや本当にそうだと思います、うん、たまに言いますけど、その自分にとってめちゃめちゃストレッチな母集団に入って、うん、そこから下克上していくみたいな、うん、でそうやってまあ美談になりがちかなと思うんですけど、そうですね、なんかソフトバンクの千賀選手とかね、でも、はいはいはい、あのね、確率的には絶対、うん、絶対に自分にとってバッファーになる母集団に行ってる人の方がうまくいってると思います、うん、まあ、確率量もそうだと思います。それ当たり前だから話にならない、うん、話っていうか美談にならないだけで、うんうんうん、なんかね、安直にねストレッチングな母集団に行くべきでもないと思います。なるほどね、うんうん、もう親戚との縁切っていくぐらいの覚悟はないと、うんうんうん、なるほどかなです、ね、まあそんな平井くんの考えなんですが、うん、まあ、結構まといてると思います。本当ですか、よかったです。うん、だから本当になんか市民ランナーの方も、まあなんていうんですかね、結局上には上がいるので、まあ、結局そのキリがないんですけど、うん、だけど、まあ、なんていうんですかね、まあ仮にですよ、じゃあそのタイムが、まあ、3時間ちょうどなのか3時間半なのか4時間ちょうどなのか、まあ、わかんないですけど、まあ、その中でこう自分って今前に進めてるなとか、うんうん、まあ、こう自分ってこうなんていうんですかね、いけてるなって思うか、うんうん、もしくは、まあ、例えば3時間半だったらサブ3の人と比べたらこうかなり遅いっていう評価にはなるわけですけど、うんうん、まあ、それでいや自分ってダメなのかなって思うのとでは、やっぱり長期で見た時に絶対影響は出てくるっていう、そうですね、ところですよね。いや本当に、うん、あの市民、私も毎朝走ってるんですけど、今サラリーマンで、うん、本当に健康のために走ってるだけなんですけど、うん、30分ぐらいね、うん、なんか思うのは、別に究極的に走った先に何もないと思うんですよね、うん、まあね、健康だからね、究極的にはですよ、究極的にはね。でもあの何が得られるかっていうと、健康な心身だと思っていて、そういうのめちゃめちゃ大事なんですよ。ちなみにめっちゃ大事ですね、うん、そう、あの現代人って言うとなんかもう怪しいですけど、でも現代人ほんまにみんな病んでる人多すぎねっていう、その心身ともに、ね、心身ともに、ね、健康じゃない人がすごく多いと思うんで、うん、あの健康な心身ってそれだけでものすごい貴重なアセットになると思うんですけど、うんうん、あの、まあ、究極的に戻ると、走るのって健康な心身を手に入れるためにやってるわけですよ。うん、とした時にそう言ってくれたみたいに、うん、なんかこう自分いけてるなっていう感覚を手に入れられないと、うんうんうん、あの目的を達成できてないぐらい思った方がいいかなと思ってて、うんうん、あのいけてるなって思えるっていうのはものすごくこう、別に走るだけじゃないと思うので、人生、うんうん、その他 の、 あの人生においてもすごくいい影響を及ぼすんじゃないかなと思います。うん、本当間違いないです。いや本当にもうなんかその自分っていけてないんじゃないかなって思った時に、うん、いや結局京大入っても、うん、箱根駅伝走っても、うん、その中で絶対上から下まで順番つけられるから。いやそうなんですよ。だからもうキリがないんですよね、本当に。本当にキリないですよ、うん、だから満足しない。例えば僕今も聞いたらもう母って感じだと思うんですけど、うん、あの毎朝キロ5分半ぐらいで6キロぐらい走ってるんですよ。うん、でもめちゃめちゃ満足してて、うん、毎朝走ってる俺偉いみたいな。、うん、それだけで結構仕事頑張れるんですよ。わかるわかるわかる、充実も、うん、まず
こんなに仕事やってんのに、うん、朝起きて走ってるみたいな、うんうん、偉すぎひんみたいな、ちょっとわかるわっていうぐらい、うん、なんかね結局ね、あの世界一目指すんじゃない限りは、うん、どっかで満足しないとダメなんですよ、うん、ほんまにほんまにね、てか世界一になっても、うん、世界一になり続けるみたいなミッションだって、うん、野口みずきさんとか高橋尚子さんも晩年結構しんどそうだ、うん、特に野口みずきさんとか、うんうんうん、世界一になってもなり続けなあかんから、うん、結局なんか自分の中でなんかそれを走ってることを通じて、まあ、走ってることじゃなくてもいいんですけど、そのポジティブな感情を得られるようなクライテリアを自分の中で決めとかないと、うん、あのほんま終わらない、終わらないです、エンドレス、しんどいので、うん。